いいですよ、いいですよ。この小石ヶ浜にある幸せの四つ葉のクローバー発祥の地というのは、まあ、白爪草、クローバーを伊良湖岬の観光協議会の方々が皆さんにお裾分けをしたいというふうに思って植えているところになります。でそこで今回あのクローバーがですね盗まれるというふうな幸せ泥棒が現るというふうなことが発生をしてしまったわけなんですけれども、これを目当てにね来てくれるお客さんがたくさんいるんですよ。また来年にはもうもっといいのがまたできますよって、ルールを守ってお一人一つまでの摘み取りでお願いをしていきたいなというふうに思ってます。